はい、どうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。今回やっていくのは対称式のこの問題、 x プラス y イコールマイナス 2xy イコール4の時 x8 乗プラス 8y5 乗の値を求めようと、まあ、この問題ね、対称式の問題っていうふうに言ったんですけど、あれ x8 乗足す 8y5 乗これって対称式じゃないじゃんっていうふうにね、ツッコミが聞こえてきます。ただこの問題ですね、一見対称式とは関係ない問題に見えて、ちゃんとね対称式の問題に帰着させることができるんです。その時に使うあるテクニックが皆さんね結構忘れがちなので、まあ基本対称式が出てきたら対称式だけじゃなくてこれもあるよっていうことをしっかりとね確認してもらえたらいいかなと思います。それでは早速やっていきましょう。まずこの問題見た時に与えられている条件が x プラス y と xy の値、これって基本対称式ですよね。この基本対称式が与えられていたら、まず考えてほしいのは、対称式はすべて基本対称式で表せると。まあ、例えば、x2 乗プラス y2 乗っていうのは典型的な対称式ですよね。x プラス y の2乗マイナス 2xy と。このように基本対称式で表していきたいんだけど、今回は x8 乗プラス 8y5 乗、対称式じゃないなっていうふうになってしまうわけですよ。じゃあこれね、もう x と y 普通に求めて8乗して5乗して足し合わせてみたいなことをするのかって言ったら、実はその必要はないんです。何を考えてほしいかっていうと、これ基本対称式が与えられてたら、あ、対称式表せるなだけじゃなくて、この解と係数の関係の式に代入するこのパターンもあるんだっていうことを必ずね忘れないようにしてください。これ結構見落としがちで、問題によってはね、これがね、考えられないと解けない問題っていうのも出てきます。なので、忘れてたよっていう方は、この問題を機にしっかりと復習しておいてください。どういうことかというと、x プラス y、xy が与えられてるっていうことは、解と係数の関係より、t2 乗足す 2t プラス4イコール0。ね、t の1乗の係数はマイナス1倍されるわけですね。この2回が、t イコール xy と、こういう風に解と係数の関係で、まあ、言い換えることができるわけですよね。とすると、まあ、先ほどね解と係数の関係に代入っていうのはどういうことかというと、この2解が t イコール xy っていうことは x と y を代入してあげた、この2つの式が成り立ちますよと、この2つの式を導くことができるわけですよ。この二つの式を使って式変形していくことによって問題を解いていく場合があるっていうことをしっかりと押さえておいてください。ちなみにこの考え方を使って全化式を導いていくっていう考え方は別の動画、このね、動画で扱っているので、ぜひこの動画を見終わった後に概要欄の方に貼っとくので、そちらも参照してもらえたらいいかなと思います。ここまで来たら、あとはゴールまで一直線。x8 乗プラス 8y5 乗。っていう形を見てあげて、この x8 乗が 8x5 乗になってほしいなと。そうしたら完全に対称式の形になりますよね。ということで、すなわちね、これって x の3乗が8になってほしいわけですよ。ね、x の3乗が8になれば、x3 乗かける x5 乗っていうのが 8x5 乗になるから。ということで、x の3乗を、この2つの式を使って変形していきましょう。で、このね、与えられた式の何がいいかっていうと、なんといっても実数下げができることね。まあ、これ、x2 乗イコールマイナス 2x マイナス4っていう風に見てあげることによって、2次の式を1次の式に変形することができると。これによって実数下げができますよっていうのが強みなわけです。まあもちろんね、この式で割ってあげてもいいんですよ。x2 乗プラス 2x プラス4で割り算することも可能。まあ、今回は次数下げっていう観点で見ていくと、x3 乗っていうのは x かける x2 乗。で、x2 乗はマイナス 2x マイナス4に化けるわけで、まあ、これ展開すると、マイナス 2x2 乗マイナス 4x なんだけど、また x2 乗をマイナス 2x マイナス4に化けてあげて、マイナス 4x を。これ計算すると 4x-4x が消えるからマイナス 2× マイナス4で結局8が残りますよと。これで無事 x3 乗イコール8っていう風に変形することができたので、 x8 乗プラス 8y5 乗っていうのは 8x5 乗プラス 8y5 乗と。これで無事 x5 乗プラス y5 乗の対称式を導くことができたわけだから、
あとは x プラス y、xy を使って x5 乗プラス y5 乗を表していけばいいよねと。まあこういう風になるわけです。ただ、この問題に関してはもっと工夫できますよね。先ほど x3 乗イコール8っていうのを導いたわけですけど、全く同じ 理屈で、これ y3 乗イコール8でもあるんですよ。ね。まあ同じ理屈で y3 乗イコール8。まあこの補足としては、x3 乗マイナス8っていうのを因数分解すると x2 乗プラス 2x プラス4っていうのが出てくるんですけど、まあこの x3 乗イコール8、y3 乗イコール8っていうのを使ってあげると x5 乗 y5 乗ともにもう一回ね x3 乗イコール8って使えますよね。だから 64x2 乗になるとね、 x5 乗は x3 乗かける x2 乗だから 8x2 乗と、まあ同じように 8y5 乗も 64y2 乗っていうふうに変換できるので、まあ、あとは64倍の x2 乗プラス y2 乗と。で、あとはね、2乗足す2乗ぐらいだったら、x プラス y の2乗、マイナス 2xy でもいいんですけど、まあ、せっかくなので、ここでもね、次数下げしてみましょう。x2 乗っていうのはマイナス 2x マイナス4。で、y2 乗っていうのはマイナス 2y マイナス4なわけだから、イコール64倍の x2 乗がマイナス 2x マイナス4。で、y2 乗がマイナス 2y マイナス4。っていう風になって、このマイナス 2x マイナス 2y っていうのは、マイナス2倍の x プラス y と。だから4だね。マイナス2かけマイナス2で4。引く4引く4だから、結局、この括弧の中はマイナス4になるわけなので、答えは64かけるマイナス4で、マイナス256という風になるわけです。よろしいですかね。まあ、今回のね、問題のポイントは、一見対称式に見えないけれども、実は基本対称式が与えられてた時に、解と係数の関係に代入する。このパターンがあるんだっていうことをしっかりと思い出してもらって、導かれるこの式からうまくね実数作業していくことによって対称式に帰着できるよと。この考え方は本当に忘れやすいのでしっかりと復習してもらえたらいいかなと思います。今後もこういった面白い問題たくさん扱っていこうと思うので、ぜひチャンネル登録高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。